会場構成に近いようなあのそういう大きな作品を作りたいなと思っていて、なぜあの風船を浮かせたかというと、あの風景にすごく興味深くあって、あの大きなこう緑のこう山があった時にそこをこう白い雲がこう覆っていくような、そういう刻々と移り変わるようなそういうあの動きっていうのが風景の中にあって、そういうところを空間として表したいなって思っていて、あのアトリウムの空間で天気が移り変わるように、まあ、部屋の形が四角くなったり三角形になったりとか天井が下がってきたりとか、そういう空間の形が天気が変わるようにこう変わっていくっていうような、そういうところで作りたいなって思ってました。サイズはだいたい13m×14m×7m ぐらいで、重量としては1トンで、素材はアルミを使ってます。なんか全体として四角い形を保つためにトラス状の針を構造材として使っていて、まあ、それが内側に入っています。あとはヘリウムを抜けないようにするためにトラスにその膜をあの一応貼ってガスが抜けないようにしています。風船というとその丸い形を思い浮かべると思うんですけど、あのアトリウムの形とある程度合わせたいなと思っていて、それはなぜかというとアトリウムと風船が対比的であってはダメだなと思っていて、アトリウムと風船との間に出来上がるその空間の方を作りたかったんで、視覚を保つために建築的な構造を使っています。ただあれは建築というよりは僕は風船だと思っていて、四角い形をした風船がアトリウムとその自分自身の風船との間のに空間を作り出すような、そういう風になったらいいなと思ってます。これもあの四角い風船の話と近いところがあって、空間と風景との関係についてあの考えてみたいなというふうに模型を作って、その模型の中を眺めてその空間を感じるということは結構その模型建築を作る過程の中で結構得られることなんですけど、それはあのコップとかそのプロダクトとかにも多分あって、覗き込む時にやっぱしそこにはあのちっちゃなあの可愛い水面があって、その周りをその囲むようにガラスの曲面があってっていうように空間を持ってると思うんですよ。でそういうあのちっちゃなものが持っているそういう空間であの作品を作っていきたいなっていうのを、ちっちゃな器をこういっぱい並べてるんですけど、一個一個は器というのと同時にちっちゃな展示室だと思っていて、ちっちゃな展示室にあの草花をこう余白を持たせながらレイアウトしていくっていう感じで、それがその建築をその空間として感じる時と、あの山からこう眺めと街並みとしてこう風景として見えてくる関係性と近いかなと思って、で結構あのリトルガーデンをこうちょっと引いてみると、単にあの器がこう並んでるだけのように見えるかもしれないんですけど、こうちっちゃいからこう覗き込もうと思って覗き込むと、そこに曲面のそういう展示室みたいなのがあったりとか、あのもっと奥の方に細長いあの空間があるようなそういう器があったりとかって感じで空間が感じられて、だから風景と空間をこう一気に超えていくようなそういうような作品にしたいなっていうのを思ったって感じです。みんなが一斉にその一つの未来に向かえた時代もあったかもしれないけど、まあ、今は結構そうではなくて、いろんな価値観とかそのゴールを目指している人が同時に存在すると思うんですよ。でそういう価値観がこう多様化している中で、じゃあどういうそのところを目指して作品が作れるのかっていう時に、あのまあ Your Future っていうのはある意味そのリアリティがあるなっていうのを僕は思っていて、で僕はその建築家としてどういう立ち位置で何かやりたいかなと思った時に、いろんな問題に対して同時にやっぱ答えなきゃいけない時代なのかなって思って、で多分それは答えを出すというよりはいろんな問題から遠距離のポイントを探すことかなって思って、でそういうあの領域自体のその境界線があのすごくあの不確定になるような、そういうデザインの作り方っていうのはこれから僕はあの単に曖昧というちょっと弱いイメージかもしれないけど強さを持っていくようなになるのかなと思っていて、そういうところで作品を作っていきたいなっていうのがあったんで、まあ、今回のテーマとは結構僕は結構、うん、あの共感しながら作っていったって感じです。
普段はあの、まあ、ほとんどが、まあ、建築の仕事がなんですけど、あの、まあ、たまに、まあ、こういう展覧会の仕事とかもあるっていうような感じで、今やってる仕事はあの具体的に言うとあの大学の施設だとか、あと、まあ、住宅みたいなものとか店舗みたいなものとかっていうのを結構やっていて、僕が独立してまだ3年ぐらいしか経ってないっていうのがあるんで、来年の1月とか2月ぐらいにあのようやく建築として作品が出来上がるっていう、そういう状態です。そもそも建築というものはどういうものかっていうのは自分でも分かってないんで、いわゆるその、まあ、建築として発注される仕事だけではなくて、あの、まあ、こういうアートだとか、あの、まあ、家具であったりとか、あのいろんなあの環境であの建築について考えていくっていうのは僕にとっては有意義なこと で、そういう中であの仕事をあの進めていくと受けるといいなっていうふうに思ってるっていうので、来年そのビエンナーレの建築展に日本館に展示あの出品することになってるんですが、まあ、そこでその、まあ、実際あの模型とかあの図面とかを展示するというよりはあの、まあ、実物の建築に近いものを作品としてこう作ってやろうっていうコンセプトでやっているので、あの、まあ、そういうビエンナーレ自体が持つあの、まあ、会場の雰囲気だとかあのコンセプトとか日本館の、空間だとかを媒体にしてどういう建築が出来上がっていくのかっていうのをが、まあ、僕自身楽しみだなって思ってます。建築の例えに結構なっちゃうんですけど、まあ、海外でその建築を見てるその建築と東京で見てるその考えてる建築とかっていうのはやっぱはっきりとした違いはやっぱ僕の中ではある気がしていて、建築のこうピースがまあ単純にちっちゃいっていうのは多分あると思うんですけど、ちっちゃいからこそまあその周りのものが自然とこう関係になっていくようなそういうような状態があって、ヨーロッパの建築の中で教会が結構好きなんですけど、なんで教会が好きかっていうと、ヨーロッパの街並みの中で、まあ、唯一かどうかわかんないけど結構独立性があると思うんですよ。ヨーロッパの街並みって大きく言ってしまうとその街自体がその建築みたいな状態になってて、それをこう細分化していってこうちっちゃな建物が出来上がってると思うんですけど、教会はちょっと違ってて、そういう街並みをこう環境として独立してこう出来上がってる空間じゃないですか。そういうものに対して東京っていうのはすごくこうちっちゃなピースがこうで独立した建物でこう出来上がっているので、環境であることと自分自身の独立性っていうのがすごく曖昧な状態で、どっちが環境にもなるしどっちがその主体にもなるっていうのはすごく面白いなと思ってて、そういう環境の中で作品を作ってるわけだから足りませんとか、そういうのが自然と出てくるっていうか、まあ、無理なくそのヒエラルキーがなくなっているような状態が面白いなっていう。